にちは。こんにちは。今日は、うん、じゃん。これ何すんのこれで。ゆうりくんはまあアーティストとしてさ、どんどん、まあ、売れていったじゃん。で俺となりも、まあ、YouTuber としてどんどん、うん、まあ売れてるのか分からんけど、うん、まあそれなりに前よりはお金を稼げるようになってるので、なってるのであって、うん、俺らも、うん、いいアクセサリーつけたいなと。まあそういうこと。そうですね。あれこれ何？バラ置き？いやワンチャンあったらって思うけど、うん、ワンチャンあるなと思ってる。それもか。うん、それもか。ということで、そう。はい。ゆうりくんがいろいろ知ってるから知りたいな。俺結構好きだったんだ、うん。今はまあそんな詳しくないけど、はいはい、昔はめっちゃあるブランドだけすごく詳しくて、うん、俺このブランドめっちゃ詳しい。これはどう？これビルウォールレザーってやつだけど、うん、これめっちゃ好きだったもん。ドクロ。ドクロね。確かにごついイメージありますね。うん、これもそうだよね。うん、これとか昔ずっとしてたもんね。うん、だって覚えてるもんこれ買った時のこと。へ、これはめっちゃダースベイダーにめっちゃ似てない？まあ、言われれば確かに。確かに確かに。頭のヘルメット風もね。ほら、ダースベイダーに似てるでしょ。だからそれで買っちゃった。ネックレスはもともとこのブランドお父さんにもらったの。あ、そうなんだ。うん、なんか俺バンドの時にさ、一回一人でライブしたんだよ。うん、したらさ、家族来たの。はい、で、そのちっちゃかったけど、50人ぐらいかな、うん、は入ったくれてパンパンだったんだよ。はいはいはい、その時にお父さんがパンパンなんだから、ネックレスかっこいいのつけろよって言われて、もらった。かっこいい。そしたらさ、このブランド一個つけてたらさ、うん、欲しくなるじゃん。あ、う、あ、んうん、確かに、わかる。そう、で、これ買った。まあ、こういう順番だね。これ、ネックレス買って、ブレスレット買って、指輪かな。へえ。でもなんか昔もうドクロがついてたらついてたかっこいいと思ってた。今でもかっこいいと思う時あるけどね。なんか一個買うと集めるイメージあるね、そのブランド。そう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 。なんかとりあえず全部買っとこうかなってなる。かっけえ。じゃあかっけえ。じゃあ昔から、うん、お金なくても、うん、ここここここはなんか一個ずつは買っとこうかなってなる。うわー、でも俺もそうかも。ね、そうなんだ。全部揃えちゃう服とか、ね、確かにお前そうだね。揃えたがる。コレクションしたがるんだよね。あ、分かる、うん、それは分かるわ。うわ、で、これなんでそれ。これもう最高だから。これはマジで最高。急にサウナも入れるからね。確かにね。アップルウォッチ、うん、これでタイム測ってさ、うん、心拍数測っちゃったりして、うん、まあ、絶対測んないけどね。確かにね。俺が測ってます。いや、俺も隣で。全然隣にいるやつが測るからいらないんだけど。でも本当にこれはおすすめよね。アップルウォッチいいよね、うん、めちゃくちゃいい。でもやっぱクロムハーツとかやっぱ男は憧れない？確かに今もつけてるもん、ずっと。でもこれはさ、すっごい苦い思い出が一個あるよね、俺ら。ああ、これ実はさ、はい、あの思い出して、もう具合悪くなるもん。具合悪くないですよね。まあまあ、まあ、まあ値段はあれだけどさ、うん、ここブレスレットをさ、ずっとつけてたんだよ、クロムハーツの。うん、で、すごい気に入っててさ、うん、すごい大事にしてたじゃん。ファーストテイクの時もさ、うん、ベテルギウスとシャッターの時つけてて、はいはい、まあ見えないけどね、長袖着てるから見えないんだけど、うん、一生もんだと思ってずっと使ってたわけ。はい、うん、したらある時撮影が終わってね、家に帰って、うん、はーってやってたら、あれナイフ。うわで、なその展開、はい、あの最初ジュンとなりには言わなかったの、うん、そうだね。値段も値段だしさ、うん、まあみんなは知ってたじゃん、いくらか、うんうん、でもなんかそのあの値段をなくしちゃう人って本当にかわいそうな目で見られるのが嫌で。でも元太は、うん、もう俺が焦りすぎてたから最初、うん、撮影終わった、うん、終わって家に来た時に、で元太にだけどうしたって言われて、ちょっとやばいとか言って、はい、で潤となりここの部屋にいながら、俺と元太だけいろんなとこその日行ったやつ全部歩き回って探したの、うん、マジでなくてなくて、でその後違う撮影の時かな、うん、俺が車借りてて、うん、でゆり君と元太君いて、うん、その撮影終わったもう朝方ぐらいに、うん、道路に探しに行って、俺それその時まだ知らないの、やっぱりもう一回酒そこのそこが一番濃厚だったのよ。なんか落としたなんか落としたとか言って。俺言わないの、言わないの、聞いてないの、ね、ただ俺車で待ってて、うん、元太くんとゆり君だけ歩いてどこ行って。何流したんだろうと思って。本当にね、あの何日間もすっごい悪かった。確かに、うん、やばいっすね。クロムハーツでもやっぱ男は憧れだから、はい、おすすめだよね。はい、一個は持っててもいいんじゃない、なくさないと思う人は。なくす人は、なくした時のショックは計り知れないから。確かに、まあいいね、ゲームアクションならもうマジでなかなかなくさない、うわってなるよ。ゆうりチャンネル、これもその後一回ハマってた、ずっと。これどこ、これボッテガ。なんかね、塗ってんだってよ、これは銀のやつにこれなんかやってるらしい。あ、じゃあ周りが金みたいな感じ。そうそう、金とかなんか金の何かを貼ってるみたいな感じだった気がする。はい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 。だからなんかね、ダメになったらもう一回塗り直すこともできるみたいな感じだったけどね、確か。かっこよく、でもよかった、いいよねこれ。かっこいいね。
これつなぎが独特ですね。おうおう、こうやって、ね、これも一時めっちゃつけてた。あ、これなくさないタイプだね。そうなんだよ。さっきの話続く。そうなんだ。さっきのはなんかこう刺してからパコってやるだけなの。うん、これはもうガチャンだから、うん、絶対なくなんない。確かに確かに。やっぱさ、こういうやつかさ、うん、こういうやつかさ、細いのをピッてやってこうガチャンはだけは心配でなくなっちゃうよね。いやだからこれはすごい、うん、安心してつけられます。そう、これおすすめかも。ボッテガ、ボッテガブレスレットはもう今はこれ。そうですね、最近これのイメージ。これなんちゃんと買いに行った。これはね、美容師さんにおすすめしてもらったブランドで、ティファニー。ティファニーですね。あ、ティファニーか、うん、そうそう。でもまあ美容師さんに教えてもらわなくても知ってはいたけど、ね、まあ確かにね。ただその男がつけるイメージあんまなかった。確かに美容師さんがさ、はい、これの全く同じ白シルバーのやつをネックレスにつけてる、うん、その柄いいなみたいな、うん、なんかこのボコボコグル、ボコボコグルがいいなって、うん、ボコボコグルで俺もそれ欲しいなっつって、うん、見に行ってみるっつって見に行ってこれ買った。これも買ったけどこっちも買ったの。うん、すごいね。修行いいだってやっぱ揃えたいじゃん。あ、確かに。あ、そんなお店の人が勧めてくれたよね、うん、これいいんだよね。ティファニーリーこれ俺欲しい。これダメ。おお、これダメだよ。ちょっとめちゃくちゃいい。これおしゃれやん。でもこれ結構さ、かっこよくない？かっこいいね。セット、うん、いやセットじゃないんだよこれ。1個ずつ売ってんだよ。でもなくさないと思った人を買ってもいいかもね。その進め方がおかしいんだよさっきから。なくすなくさないで進めるの。ちょっとさ、10万超えるとなくすのしんどすぎない？まあ何無理無理無理、なくさないで1年もしんどいけどね、うん、10超えるとマジで本当に腹痛くなるもん。あとなくなった時の心臓のドキ、うん、1回目さ、なくなったもの気づいた時ドキってしない？あ、でも財布な瞬間とかやばいの。あ、あれが普通にさ、ドキじゃないもん、ズキ普通チアかと思うぐらい痛いよ。これもではに、うん、これはもうロゴ風ですよね。俺こっち系の方が好きなんだな。え、これいいんですよ。これつ別々につけてもいいし、うん、同じ指につけてもいい。じゃあお前こっちもある。あ、俺こっちでいいや。こっちにします。ありがとう。ヤクザじゃん。ありがとう。あとここ言ったっけ。それはもうね、ずっと昔からつけてるよ。これはもう全然まだ最近、最近だけど、うん、この2つはもうずっと前から持ってる。これどこなの？これアリゾナフリーダムってやつで、はいはい、まあ何、今までのよりはそんな値段もねいかないしね。確かに。なんかさ、これのさ、これなんつうの、海男感よくない？インディアンジュエリーだから。そうそうそう、めちゃくちゃなんかさ、俺昔平井大輔みたいな憧れてて、はいはいはい、今もめちゃくちゃかっこいいと思うんだけど、なんかああいうのかっこいいなと思った。ああいうアクセサリー、羽とかさ、羽のね、うん、あネックレスとか、ね、そうそうそう、かっこいいな。フェザーね、フェザー。そう、でも自分やってみたんだけど、俺なんか色がさ、うん、死んでない？肌の色が、うん、そのなんか青白い。ああ確かに。不健康な色じゃん。焼けないよね。そう、なんかどんだけ外行ってもさ、うん、赤くなるよ、うん、でも白くなるんだよ。確かに。こんなにフェスやっててこんな白い人見たことない、うん、確かに。でしょ、うん、こんなゴルフ行ってね、うんうん、確かに。そう、日焼け止め塗ってないからな。すごいね。すごくない？俺一回行っただけでこんな黒くなっちゃう。え、だからさ、俺似合うんじゃない？インディアン。なんかじゃ、ジャラジャラ男になっちゃう。やばい。でも本当にさ、結構おすすめ。かっこいいね。かっこいいよね、うん、なんか俺はあんまり正直ね、うん、似合ってる感自分であんまり分かんなくて、うん、でもめちゃくちゃこういうの似合う男になりたかったなって思って。確かに男らしいですねこれ。確かに。あとこれは、あ、これ前あのやっぱ仕事でさ、うん、こう服をこう着替える、うん、でもその衣装の時にこれが出てきたの、で、へえとか言って、で、ジェンが昔これ買おうとした時にさ、うん、めっちゃディスったの覚えてる？ね、ディスられたのよ。そうなんだ。なんかジェンと買い物行ったんだけど、はい、あの、せっかくだからなんか一個なんかプレゼン付き合ってくれたし、はい、なんか買って買うよみたいな、うん、おお、なんか服とかさ、チャンスが来たのよ、はい、俺にも。なんでも、なんでも欲しかったら言ってよみたいな、はい、そしたら、こういう新宿のやつをバッて使って、うん、私、普通の、これ行かれてたのって。パールネックレスがちょうど流行りだした時期かな、うん、俺欲しくて、はい、これにしようかなみたいな言ってた、うん、それはキモくねみたいな言って言われて、うん、なんか俺の中でパールネックレス流行りとかは知らないじゃん、うんうん、でも俺も結構ダメ派かも。あ、そうなんだ。だから俺もずっと、うん、え、お前ダサいそれやめた方がマジキモいよそれとか、うん、ずっと言ってた、うん、そしたらスタイリストさんが勧めてきたら、かっこいいかも。でこうつけててさ、ふざけんなよと思って。あんなディスってたくせにと思って。自分がつけたかったやつね。そう、今はつけて。でもさ、これ最初進めてきた時さ、うん、真珠だからさ、すごい高いと思った。うん、何十万もすんのかと思った。うん、そうなの、これ2万ぐらい。あ、そうなんだ、うん。もっと高いイメージあるじゃん。確かに。2万も高いけど、うん、なんかね、不揃いの真珠でやるのが今流行ってるんだって、これ。確かに。そういうことね。じゃなくて、あ、でも、モノホンの真珠なんだ。そうそうそう。
かも重ねてつけることができます、うん、で実はなんだけどこのネックレスがもう俺呪いのようにもう外せないの。そうですね。ジュンと二人で岩盤浴に行ったんだけど、はい、くんのみるじゃん、うん、ちょっとバチッつったの。おお。でここのここ片っぽこうなってるんだけどさ、うん、ここバンってアホになっちゃったの。口開いてるのずっと。そうだ、やば。でもうはまんないのよ、はい、でここのやつが取れちゃってさ、うん、ここの部分がもう外せなく、もうつけられなくなっちゃったの、うん、でもさ高いからつけないだけなくすと思ってさ、うん、刺して噛んだ。そしたらこうなって、ね、それからもう一生外れない。もう10位潰れちゃってんのよ。そう、だからもう呪いです。これだけはもうちぎるしかないんだから取り方で、これに重ねてつけたらかっこいいよって言われてこれを買ったの。あ、そうだね。そう、外したりもできるからね、うん、確かに寝るときは邪魔だもんこれ。うん、さすがにね。否定派だったんですけど、うんうん、なんかゆうりくんつけててかっこいいなと思っちゃった。マジ？はい。え、いいの？ピアスも一緒っすよ。その方がキモいな。リング確かに。そのピアスはこれはキャリア、キャリアリングっていうので、これ、これあんじゃん、トゲトゲの、うん、これは2個売りなんだよね、うん、で俺右ピアス開いてないからさ、うん、これはファンクラブでプレゼント企画したの。したね。そうですね。でその後にこれが1回なくなったの、はい、出てきたけどね。出てきたね。なくなってもう1個買ったわけ、うん、それがこれ。そう、これ。そう、これで、これはもう1個あんじゃん。さすがになくなった時にもう1個あったら、うん、すぐまた買い付けれるよ、うん、俺2個あったら1個スペアにできるんだから、はいはいはい、うん、で、まあ何なんでスペアでしょ。俺がなくなったら何返してって管理してるってことだよ。そう、何返してって言ったら俺がさまたつけて何別に違うんですけど。いや、やばいわ。だからそういう役だった。そう、だから何一回してるだけ。いや、もらってもらった。これなくしたら返してもらった。違う違う、もらったもらった。そうそう、そういうこと聞きましたよ。俺はあげるって言われた。あげるけどさ、うん、まあまあ返してもらうかもしれないじゃん。ゆうりチャンネル。でもそんな感じかな、うん、あれはもうメガネぐらい。これしかなかったっけ。いや、もっとあるはずなんだけどね。どっか行っちゃったかも。半分以上あったよね。ここだって全部埋まってたの、8個。そうだね、これ8個。フルメンバーいたのに。でもこれはやっぱ一番、これ一番つけるかも。これよくつけてんじゃん。確かに。でも YouTube のみんなも知ってると思う、うん、視聴者さんもね。それはどこの？トム・ブラウン。はいはい。かっこいい。トム・ブラウン。これがトム・フォード。トム・フォード。これが有名なやつだね、結構。これも有名だよ。あ、そうなんだ。うん、トム・フォードめっちゃ聞いたことある。トム・フォードは聞いたことある、ね、でもトム・ブラウン結構かっこいいよね、やっぱり。この先っぽにさ、フランスマークついてるから。ほんとだ。しかも賢そうに見えない。レンズマジ汚いけどさ。汚ね。しかもこれなんかね、紫外線に当たったら色変わるやつ、うん、あー、レンズが。うん、これだ。それは前買った。あ、これは誰と買ったんだっけ。俺だな。俺じゃないっす。あ、ジュンといる時か。なんか違う、これはさ、違うよ。なんかやたら声かけられる日があったんだ。あ、そうだ。声かけられるのが嫌じゃないよ、うん、嬉しいけど、さすがにちょっとこうみんなで遊んでる時に、うん、いくらでもこうユリだユリだユリだってなっちゃった時があったの、うん、1回、うん、たまたまその時にいた人がチャンネル登録者だったのかな、うん、みんな。すごかったね。しかもその時、まあ俺もバカでさ、うん、帽子もしてない、メガネもしてない、マスクだけ、うん、ちょっとあれかなと思って、うん、サングラスまでいかないこのメガネみたいなの欲しくて、うん、これサーカスで買った。サーカスだ、よくある赤いお店、うん、そこで買ったけど。おー、結構かっこいい。あ、ADSL だ。俺が持ってるやつと一緒、ブランド。え、高いんだこれ。いや、それもお手頃で1万。あ、そんなもん。5000とか。いいね。なるほど。結構おすすめかも。はい。でもね、アクセスでこれ買ったっていうのダサいよ、はい、これ今やってること超ダサい。勝手にやらされてるけどね、はい、自分からやってたらダサい。うん、だから気を使って俺らが、そうっすね、うん、紹介したいんだろうなと思って。いや、ねしたいんけどっていうこと。じゃあ何のは俺サロン。え、サロン。え、俺サロン。サロン。サンダルね。なんでそんなにサンローランつけてんの。ダンブル。なんで濁すの。怒られるぞボス。ボス、キメラズボスの、はい、キメラズのボスに、誕生日プレゼントでアクセサリーいただきました。ただ俺は一個どうかと思ったのが、うん、あのツイッターにこれもらったって言ってると、うん、完全にベルトを買ってもらった人の写真になってる。え、ここ持ってさ、うん、ベルト紹介してるみたいなの。いや、確かにちょっとおしゃれな写真撮ろうと思ったらベルトに手いっちゃってる。でもね、本当に、まあアクセサリーは、はい、つけすぎ注意らしいよ。ジャラジャラはね、うん、あんまりね、うん、でもやっぱ俺たちってさ、チャンネル登録者100万人じゃん、はい、だから、俺たちがブームを作っていくって意味で、うん、アクセサリーは、シューボロつけてくる。そうだね、うん、俺らがジャラってくるってこと。俺たちが、時代を作る、うん、アクセサリー30個付けて、これから生かしていただい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 ていゆうりチャンネル。逆におすすめだと教えてほしい。確かに、それ知りたい。よろしくお願いします。って感じで、今日の動画は終わりたいと思います。チャンネル登録とグッドはお忘れなく。皆さん、また明日。ピラーン。チャンネル登録お願いします。